ワンフロックがお送りしていますスーパーエディション。この時間はリリースされたばかりのアルバム35についていろいろと、話していきたいと思います。今回のねこのちょっとジャケットワークなんですけれども、うん、ちょっと赤色と黒と白という、うん、非常にまあジャケットとしてはシンプルな方に入るのかな、うん、でもこれかっこいいね。大好き。いつも僕らのアートワークをこう担当してくれてる関さんが、はい、今回もですね、まあ、何パターンかある中で僕らが気に入ったこのジャケットを、うん、まあ、選んで今回アルバムのジャケットにしてるわけなんですけれども、どうですか今回この感じ。なんかシンプル極めてる感じやね。ほぼ赤だね。目立つんじゃないこれ、あの店頭に並んだら、うんうん、いい感じにこうなんか今までのなんかねワンクロックのアルバム、まあ意外とこうジャケットはシンプルな時とちょっとぐしゃっとしてる時と両方ありましたけども、うん、今回は多分一番シンプルな時だね思いますね。そしてこのアルバムからちょっとね、一曲紹介しながら、その曲についていろいろ話していきたいと思いますけど、今日はメモリーズ1曲目、うん、覚えてますかこの制作段階は。これはジョーダン。そう確かにね、ジョーダンってやったね。覚えてるよ。覚えてるね。あのだいたい今回あのアルバムプロデューサーのスタジオにこう行ってたやんか、うん、各種、うん、だけどこの曲はそのプロデューサーの家じゃなくていわゆるロスの街スタジオでレコーディングしたっていうのがあって、はいはい、な地下のスタジオやったやんか。そうですね、うん、だから俺は あそこはねすごい印象深い、ね、あのスタジオに。もともとあのスタジオはあの XJAPAN の YOSHIKI さんが、うん、よく使っていて、まあ今はねちょっと違うのかもしれないけども、結構なんていうのジャンル問わずっていうか。そうですね、隣でほんまのなんていうの本場のヒップホップの人がレコーディングしてたからこうバッタリ会うやんロビーとかで、うん、もうバリいかつすぎて、うん、ちょっと怖かった、ビビったもんな。ワッツアップみたいな感じですよね。Hey man とか、そう、Hey man みたいな感じだね。だってこのレコーディングの前にさ、俺と通るこの近くこのスタジオの近くにあるさ、うん、なんか楽器借りに行ったよいろいろ。ああ行ったね。あれすごい経験したよな。そうやね、向こうでレコーディングするのに楽器借りようっつって、うん、行った場所がものすごいヴィンテージのギターやベースやのいろんなものが置いてあって、数々の有名ミュージシャンが借りに来た言うてな。だって特に俺が借りたプレベなんてもうなんかその貸してくれる人はもうなんかリンキンパークとジャスティンビーもういろんなもうみんなが知ってるアーティスト、このベースはもうどのなんか曲にでも使われてる。言ってたマイケルのね、そうアルバムマイケル、そうベース弾いた人も使ってる。でもなんか扱い方はなんか雑やのねそこアメリカやねん。そこアメリカやねんな。もう日本やったらなんかケースに入れてさ、なんかもうなんか触らせてくれへん感じやもん、厳重に保管みたいなね。なんかそこはやっぱね、あのでも気楽にこう思想できるとか素晴らしいなって思うね。いろんな人に貸してくれる。まあすごくこのプロデューサーは僕らとほぼじゃない同い年ですね、うん、あのお兄ちゃんと弟と一緒に来たんだけども、彼らはナッシュビルというところ出身で、ちょっと飛行機に乗ってわざわざ来てもらってそのスタジオでやらせていただきましたけども、ああでもないこうでもないと言いながらね、うん、一緒にこう作っていくのすごく楽しかったなと思います。まあすごくパンキッシュな曲ではあるんですけれども、うん、あの日本語もちょっと入ってて、こういい感じに先輩にこうちょっと喧嘩打ってる感じ、うん、ちょっと若干そこも踏まえながら聴いていただきたいと思います。